左奥に亀が、森古墳。右に、鎮守森古墳亀が、森古墳合図。大塚山古墳玉山古墳塚前古墳亀が、森古墳の一亀が、森古墳。鎮守森古墳は、福島県川沼郡合,合図番下町青津にある2基の古墳。形状は、前方後円墳、前方後方墳。青津古墳群を構成する古墳の2つ、合わせて、国の史跡に指定されている。 航空写真中央にカメが森古墳、左下に鎮守森古墳、国土交通省国土画像情報をもとに作成。福島県西部の合津地方、旧宮川東岸の弾球園に築造された大型前方後円墳、前方後方墳である。一帯の弾球場では、両古墳の他修行母群として男団遺跡、宮東遺跡が立地し、青津古墳群として認知される。 カメ森古墳、鎮守森古墳に関しては、古くは神殿合図風土時に記述が見えるほか、これまでに数字の測量調査、発掘調査が実施されている。カメ森古墳と鎮守森古墳は、ほぼ同時期で、古墳時代前期後半の4世紀後半頃の築造と推定される。特にカメ森古墳は、福島県では、最大、東北地方では、 第2位の規模の古墳になる。藍津盆地の代表的な古墳としては、亀が森古墳と共に、藍津大塚山古墳の築造も知られ、両古墳は古墳時代当時の藍津盆地の様相を解明する上で重要視される古墳になる。亀が森古墳、珍珠森古墳の古墳域は1976年に国の史跡に指定されている。亀が森古墳は前方公園墳。 かつて中世上官の築城が知られるほか、公園部へに稲荷神社、観音堂が立地するとともに前方部は墓地利用された関係で、噴球には大きな改変が加えられている。これまでに測量調査及び1992年以後に数字の発掘調査が実施されている概要、編集噴景は前方後円形で前方部を正方に向ける。噴丘は、 公園部では3段築成。噴球町は129.4メートルを測り、福島県では最大、東北地方では雷神山古墳に次ぐ第2位の規模になる。噴球表面では河原石の吹石及び埴輪が検出されているほか、噴球周囲には馬蹄形の周堀が巡らされる。噴球首レ部では作りでも認められる。主体部の埋葬施設は明らかでない。 湿度波にはより、築造時期は、古墳時代前期後半の4世紀後半頃と推定される。同時期の集落遺跡としては隣接する、アメヌマ遺跡との関連性が推測される。構造、編集古墳の規模は次の通り、墳球制度層やその下層には、粒手式遺構が検出されており、湧水から墳球を守るため、または墳球を補強するための基礎歴時期と推測される。 また公園部中央には昇級が依存するが、築造当時の球場加工性の造作化は明らかでない。珍珠森古墳は前方後方墳、亀が森古墳の南側に位置する。現在は後方部へに八幡神社が立地するほか、これまでに測量調査及び1995から1997年度に発掘調査が実施されている。概要、編集墳は、 前方五方形で、噴球主軸を亀が森古墳と平行とし、前方部を正方に向ける。噴球は、後方部では三段蓄生。噴球表面で、吹石は認められていない。噴球周囲には、噴球と掃除系の周堀が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでない。出土品として、底部線行の二重公園壺がある。出土時より、築造時期は、 古墳時代前期後半の4世紀後半頃と推定され、亀が森古墳とはほぼ同時期に位置づけられる構造、編集古墳の規模は次の通り。墳球周囲の周堀は、墳球と相似形の前方後方形で、幅は前方部前面で7メートル、前方部側面で7.5から8.3メートル、後方部後面で9.5メートル。 後方不足面で12.5メートルを測る。注釈出展仮名が森古墳に関するカテゴリー、陳森古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。